はい、アジアンカラーのフェス、こちらパンフレット、非常に可愛らしいパンフレットなんですけれども、色の方が大変クリアで、ブリーチしたハイトーンに非常に使いやすいかなって感じがします。で、結構これパンフレットも可愛いんで、で、何がいいかっていうと、パンフレットもいいんですけど、パンフレットの一番最後のところに結構このこれすごいなと思うんですけど、この、同じモデルさんを3回にわたってカラーチェンジをしたっていうこの検証が出てるんですよね。これすごい面白いなと思ってて、はい、同じモデルさんが、ピンク系やって、アッシュマットやって、それからナチュラル系のバイオレットやってって感じなので、結構面白いかなっていう、こういう検証も出てて、どのカラー使ってるっていうのも細かく根元毛先っていうのが出てますんで、すぐ使えるかなと思います。で、多分結構ナチュラルっていう、そのナチュラルトーンを結構入れてる、カラーの配合があるんですけど、発色をビビッドに出すために、ブラウンミベースのナチュラルなブラウンミはちょっと抑えてるのかなって感じが検証して分かりました。はい、で、色を鮮やかに出すために、なるべく、まあ、ブリーチをたくさんしなくても鮮やかな色が出るようにっていうことで多分作られたと思うんですけど、その分、深みを出すには、サイドをこうねコントロールしたりとか、深みを出すためにはこのナチュラルっていうのをちょっと入れてですね、使っていただくと、この、アジアンカラーのフェスっていうのはすごいいいかなと思います。今回面白いのは、これ面白い。ホワイトカラーとか、されるときに、クリアアッシュとクリアピンクっていうのが、これクリアピンクとクリアアッシュアジアンカラーなんですけど、これですね、こちら、これ面白いなと思ってて、最近結構、バイオレット系で、赤み消したりとか、赤みじゃないや、黄色み消したりとかっていうのは、結構昔は主流だったんですけど、今結構ピンク系でコントロールしたりするのが主流になってきてるかなと思うんで、結構これピンクが発色綺麗だということで、アジアンカラーフェスの方はピンク系のカラーが一押しというか、はい、アッシュとピンクの組み合わせっていうのが鉄板なのかなって感じがちょっと僕的にはしてるんですけど、そこでよりハイトーンの場合ちょっと分かりづらいんですけど、ここにクリアアッシュとクリアピンクっていうのが、これチャートにあるんですけれど、すごい鮮やかな色で、ブリーチした2回ぐらいブリーチした髪にやったらめちゃくちゃ綺麗な色入りそうなんですよね。このクリアピンクもすごく綺麗に入りそうなんで、面白いかなって感じがします。で、一番僕結構材料とかやってて思ってるのは、白髪染めとか、例えばですよ、これと白髪染めかましたりするときに、白髪染めも結構在庫たくさんになっちゃうと思うんですけど、これがまだこれ発売は来年になっちゃうと思うんですけど、ブラウンブースターっていうのがあるんですよ。で、これブラウンブースターってすごい何かなっていうと、あ、これです、ちょっと使ってるんですけど、 BB ってやつ、これが白髪染め、これで白髪染めできるんで、5対1とか、2対1とかで、白髪染めのこのファッションカラーにこれを混ぜるだけで白髪染め作れちゃうんで、例えば極端な話、毛先バーって塗ってから、時短でやりたい場合は残液に対してこれを混ぜて白髪染めやっちゃうとかですね、そうすれば一つのカップでカラー作れることもできますので、そういうのもできますし、無駄なカラー剤っていうのが半分に減るんで、結構そこはいいかなと思いますけどね。この 5BB っていうやつですね。はい、これは多分来年発売というふうには僕は聞いてるんですけど、これあったらファッションカラーにね、クリアな白髪染めとかもできると思うんで、 Facebook 分かりづらいと思うんですけど、これベースの毛がこれなんですよ。これベースの毛で、このベースの毛に対してはい、これはピンクの 8レベルのピンクなんで、これアジアンカラーフェスのこの 8ピンクってやつですね。これ、ピンクどんな感じなのかなっていうんで、8トーンをちょっと試してみたんですけど、ベースはこちらのちょっと抜けてる感じのベースです。ブリッジしてる系ですね。
ね、乗っけたところですね、このこれがアジアンカラー、そしてこれが、まあ、あの他のメーカーさんのものになります。はい、これ左手 こっちの手のやつが、別のメーカーのやつ、これがアジアンカラーで、これがベースの、染める前の状態ですね。まあ、並べるとこんな感じになります。見えますかね。ちょっとね、動画分かりづらいんでちょっとどうかなと思うんですけど、こんな感じです。大丈夫でしょうかね。はい、で、まあ、色も ね同じトーン使ってるんですけど、色鮮やかにこう出てるのは、色が鮮やかに見えるようにっていうことで、少しブラウン味を削って、染料の方をその分多くしてるっていう感覚はつかめました。で、同じメーカーではないんですけども別の、ブランドの商品は少しトーンがね、同じレベルですがちょっと低い感じになっております。これですね。はい、これぐらい鮮やかな色味が出るんで、ブリーチ毛に使うとすごい透明感が、透け透明感みたいな感じが出せるのかなっていうのが、このアジアンカラーフェスかなと思います。まあ、ちょっと他の色もね、まあ、営業ではちょっといろいろ使ってるんですけど、はい、なんで、まあ大体このアッシュとこのピンクを混ぜるみたいな感じで使っていければなっていう感じで、使ってみてるんですけれども、はい、そんな感じで使っております。これブースターすごい使えると思うんで結構いいかなと、ブラウンブースターですね。これ絶対在庫軽減です。半分でなくなるんで、やっぱまあ、若いねサロンは別ですけど、一般的にやっぱ白髪染めって在庫結構抱えて棚すごいいっぱいになっちゃうんで、そこが半分なくなると考えたら結構いいかなと思います。で、これ今ね、資料にあるんですけど、5レベル使う場合は、例えばピンクの5レベル使う場合だったら、1対1とかにすれば5レベルになると。で、9等の白髪染めだったら5対1っていう感じですね。はい、そうすれば、5対1だったら1が 5BB ですね、ブラウンブースターを入れることによって9レベルの白髪染めができると。なんで、もう最初から作り上がった白髪染めをただオキシで溶いて塗るんではなくて、オキシの、ね、割合だったりとか、あとは一材の調合で少しその微妙な、お客さんに合わせた白髪染めの設定っていうのを美容師さん側ができれば、もっと細かい、部分で遊べるのかなっていうふうに思いますので、結構こういう考えは僕は好きですね。基本的に自分もカラーとか基本的にはあんまりレベルで撮るというよりも、色取って、あとライトナーと、あと暗いのあったらなんか自分で作っちゃうんで、結構なので基本的には同じカラーばっかしかないんですけど、僕の場合は結構こういう風にこの発想とかは在庫すごい少なくて、面白いなと思って、来年がちょっとね楽しみなんですけれども、まあ、要はここのメーカーのメリットとしては、リフトすればするほど退色して色を抜けた後に明るくなっちゃう、それを防ぐっていうことなので、あまり明るくしないでより色を鮮やかに出すためにはブラウン味を削って染料を濃くしてっていう感じで、従来の色よりももっと色鮮やかに出していければ、その分痛みも少ないし、色が抜けた時の退色も綺麗だと、あと綺麗というか、まあ、あんまり奇抜になりすぎないっていう感じですね。はい、まあ、そういう部分に考えてはダメージ軽減にはなるのかなという感じがします。確かこれこの表紙の人はなんだっけな、クリアピンクとクリアアッシュとか、あとクリア剤と、あとオレンジちょっと混ぜてるのかな、そんな感じで確か作ってるはずです。こんな綺麗な色が出せます。はい、若干オレンジが入ってるはずですね、これという感じで、これね、ちょっと皆さんこれカタログもらった方がいいと思うんで、ここすごい分かりやすいんで、ぜひおすすめなんでお願いいたします。